雪を見るとローと会った時を思い出すな。え、なんか恥ずかしいな。あの時消し飛ばさなくてよかった。怖えこと言うなよ。どんなもんよ。ほら行くぞリーネル。もうまだ眠いよ。あれ？どうしたロー？いや、妙に静かというか。そうか、いつもこんなもんじゃないか。普段はもっと騒がしいぜ。ほら、家を建てたり直したりでさ、それが全然ないんだ。言われてみれば復興の工事が止まってるのか。
炎の剣じゃないか、ローモ。アルフェンでいい。恐れ多いって。なんたって俺たちを救ってくれた英雄ご一行だからな。なあ、それよりどうしたんだ。工事が止まってるみたいに見えるぜ。おう、だから来てくれたんだろ。いや、話が見えねえって。ちゃんと説明してくれよ。復興工事を仕切ってるのは紅のカラスだろ。けどここんとこ忙しいだなんだって。おかげで俺の家の修理が伸び伸びなんだ。家族も待ちわびてるってのに。資材さえありゃなんとかなるんだが、いかんせんズーグルが邪魔でな。俺たちに調達してきてほしいってことか。ああ、イグーリア高地で見つかるはずだ。英雄にとっちゃ朝飯前の仕事だろ。ち、調子いいな、まったく。英雄の仕事か。ハルフェンと言って放ってもおけないな。行こう。また悩んでるわね。英雄だからと頼る人たち、それを当たり前のように引き受ける俺たち、これでいいんだろうか。ここの住民の暮らしも前より良くなったようね。服も見違えたわ。まだまだ他の国みたいにはいかねえけどな。ちょっと話を聞いてみようぜ。困っている人がいるかもね。くそ。いや。
どうかしら。よっしゃ。ええ、何でもないと言われるとかえっ、って気になるな。置けないという言葉、何をどこに置けないんだろう。服を集めることと何か関係あるのかな。なんか引っかかるよな。あ、最近ズーグルが集まってきた。